はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトリック動画頑張っていきたいと思います。はい、新イベントでございます。 VS ホーキーズ、こちらの集会パーティ、今回は2編成でございます。まずはこちらですね、新キャラなしのバージョンですね。はい、で行ってみたいと思います。ロジャーについているクロッカスさんが必須となっております。クロッカスさんが、最後のね、こっち攻撃を受けちゃうのにそれを軽減してくれるサポートですね。受けるダメージを 50% 減らしてくれますね。はい、で、フレンドさんにフランキーですね、心属性で、で行ってみたいと思います。行きましょう。はい、では行きたいと思います。はい、1、2回はねターン貯めていきます。でクロカスさん以外のサポートは、お好きなねサポートでいいかと思います。それでね、やっぱこう新キャラがいないパーティーね、このパーティーは本当に大変だったやっぱりね、ちょっと、まあ、私がね考えるのがちょっとね苦手っていうのもあるんですけど、本当に大変だった。だから自分で考えたパーティーと攻略もねちょっと参考にしつつ、ようやくたどり着いたいやー時間かかったな。はい、でここはエースサーボと赤髪海賊団を交換します。これで突破していきます。はい、でここで必殺封じと、普通の封じがありますのでエースですね、この即属性のままで発動します。これで必殺、封じと封じを解除してくれます。それでイワンコフですね、これで時一とケゲナとかなを解除します。で赤髪海賊団、これも即のまま発動します。はい、はい、で、心属性を後半にして突破していきます。うん、はい、はい、でボスですね。でここで、ロジャー打ちます、はい、でそうすると必殺ターンが、ね、戻ってきますね。ローの必殺ターン、そしてサポートのクロッカスさんが発動されました。でロー打ちます。でスロットを復活して、で超過、ロジャーの超過、はい、でこれで突破していきます。1回目ね、即属性を後半にします。はい、うん、はい、これで軽減してくれましたね、ありがたい。はい、でこれで、技属性にします。フランキーを技にして、でスキル1万、はい、でこれで、タップ4回しかできないんですけど、ロー、ロジャー、即属性のキャラで出てきます。うん、余裕ですね。はい、はい、というわけで、新キャラなしのね、パーティーはこんなような
このようなパーティーとなっております。ではもう一編成は、新キャラゴリゴリパーティーです。はい、はい、続きまして、このようなパーティーで新キャラありのパーティーですね。サポートはついてるんですけども、一応ついてるだけなのでもしかしたらなしでも大丈夫かもしれません。はい、では行きましょう。はい、では行きたいと思います。ちょっとねローのターンが貯めるの必要ですね。貯めましょう。この新キャラありのパーティーはね、5分で解決できましたね。5分で作成できましたこのパーティーでいけるんじゃないって思っていきましたらね、もう余裕でしたねいやはや、まあね、私はちょっとねたまたまねやっぱこう当たったからいいようなものもね。でもねやっぱり強い強いね、強いんですよ。はい、もうここは、速属性を後半にして、タップしていきます。何もしてないのに余裕だはい、でここでロビンですね。ロビンが必殺封じと封じを解除してくれます、はい、でここでイワちゃんを打つんですけど、イワちゃんのところにね私はサンジがね当たらなかったので、サンジ持ってる方はここイワちゃんのところサンジでいいかと思います。はい、で、心属性を最後にタップしていきます。さあ行きますよ。おらおら、はい、うん、はい、はい、ここでササギですね。ササギ打ちます。はい、戦場交換無効を解除します。でローの必殺弾が戻りましたね。ロー打ちます。でスロット復活でブルック打ちます。でチョーク、はい、でこれで1回目タップしていきます。はい、でこれで、攻撃受けますがブルックがね復活してくれます。はいこれでね復活してくれます。はい、はい、はい、でそれでさっきと同じですね、緑にして必殺技ってドックを解除します。多分この速属性3人で多分大丈夫だったような気もするんですけどね。あ、余裕でしたね。はい、うん、いや強い新キャラ強いはい、というわけで、以上が収穫パーティーとなります。はい、というわけで以上が、2つね2編成、の収穫パーティーでございました。今回もね、専用オーブがありますがね、頑張って周回していきましょう。はい、今回はね、本当に久々の新キャラゲットできたので、新キャラで周回したいと思います。もう今しかできないから、私の場合はね、楽しみたいと思います。はい、というわけでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。